写真拡大。プロ野球界に幅広い人脈を持つ元フジテレビ田中大輝アナが人気選手の隠れた一面を紹介していくコーナー。キャンプ編の今回は日本ハム金子一大投手。今季日本ハムへ移籍したからこそ巡り合えたとも言えるダルビッシュ有投手との出会いがあった。チームが変わることによって生まれる出会いって素敵やなと思うことがキャンプ取材中にありました。チェンジアップの時、腕を棒のようにして投げる感覚ってどんな感覚ですかって質問しに来てくれて驚きました。日本ハム金子一大投手がカブスのダルビッシュ有投手について話してくれました。彼とは同期入団でも意外と話したことがなかったんですよ。2004年入団組、共に沢村賞投手に輝き球界を沸かせてきた吉見投手。意外や意外、二人が接する場面は一度もなかったのです。話したことなかったんや。こちらはもっと驚きました。彼は僕の変化球バイブルの本を読んでくれていた。でもチェンジアップを投げる時のことをもっと詳しく知りたいと聞きに来てくれた。彼もチェンジアップを習得したいと思っていて、だから僕の言う腕を棒のように使って投げるがどんな感覚か教えてほしいと。嬉しかったです。力みすぎると腕がしならず棒のようになり、ストレートがお辞儀してしまうように落ちる。初めての二人の会話はいい次元のレベルでの技術論、求めるものは同じでした。現状に甘んじることなく、さらに良いものを取り入れたいという探求心が二人にはありました。新天地で初めてのアリゾナキャンプ、そこに同じくアリゾナでスプリングトレーニングを張るシカゴカブスのダルビッシュ投手がいた。もし金子投手が移籍をしていなかったら、二人がコンタクトを取りピッチング談義に花が咲くことはなかったかもしれません。これはまさに日本球界の技術の結晶、出会いというドラマを感じた春でした。田中大輝、田中大輝、1980年4月28日生まれ、38歳。兵庫県小野市出身。小野校から慶大に進学し、硬式野球部では2年春の東京六大学リーグで本塁打王のタイトルを獲得するなど、スラッガーとして脚光を浴びた。3年フジテレビ入社。レギュラーとして朝の情報番組特ダネなど多数に出演。プロ野球界をはじめ各界に幅広い交友関係を持つ。18年4月に退社し、現在はスポーツアンカーとして活躍中。